危ない。ダムが危ない。危ない。ファイヤーマン、グリーンギラーの牙と尾の先の針には人間なら1万人を一瞬のうちに倒せる恐ろしい毒があるのだ。ファイヤーマンを殺せ。ある日突然眠りを覚まし地球を襲う神秘の影に誰かが向かって行かねばならぬ不思議の謎を解かねばならぬ地球が地球が大ピンチ地球は地球を守るのだで気持ちがいいね。はい、手紙だよ。いやどうもどうも。誰からだ。東京のケン兄ちゃんからだ。さあ父ちゃんも昼だに飯にするべ。だって向こう向こう向かってみよう。父ちゃん、これはきっと悪魔の森のたたりだよ。あん時もそうだった。太陽が急に真っ黒になってしまって。でも俺たちは悪いことはしてね。どうしたんだ。きっと向こうが。ああどうしよう。また子供がさらわれるだよ。どうすべきだ。父ちゃん、今日は仕事やめて帰るべ。SF、SF、こちらマリンブルー。こちら SF、どうぞ。未確認飛行物体が接近した地点に到着した。了解。どうした？ダメだ。湖に沈んだ宇宙船は使い物にならない。仲間は18年の間にみんな死んだ。生き残っているのは俺だけだ。
帰ろう。我々の星、我々の星はもうない。消滅した。なんだ、おい、我々の星は新型爆弾の実験を続けていた。恐ろしいことが起きた。恐ろしいこと。連鎖反応を起こして我々の星は大爆発を起こしたのだ。かろうじて脱出した仲間は200の大宇宙船に分乗して今宇宙空間をさまよっている。恐ろしいことか。我々は新しい星に住む。地球だ。地球を我々の星にするのだ。ダムを破壊して湖を干上がらせて大宇宙船団の着陸場所を作るのだ。俺たちは命令を受けた。ファイヤーマンを倒すのだ。ファイヤーマンがいては地球を奪うことはできない。これさえあればこっちのものだ。地球から遠ざかっていく飛行物体をレーダーがキャッチしている。それですね、この辺りに接近した飛行物体はマリンブルが出動したので逃げ出したんですよ。一応引き上げろ。了解、引き上げます。あ、ホズのおじさん。よう、マサオ君か。おじさん、湖で何をしてたの？湖？湖なんか行かないぞ。嘘、俺見たんだ。俺だけじゃないよ、タケルもヒロシも。おじさん、誰かと話してただろ。林の中で誰？おじさんの友達？突然、まるで悪魔の森の木庫に連れ去られたように、3人の子供が姿を消して、村は大騒ぎになった。捜索隊の中に、川瀬もいた。何時間？みんなで手分けして探そう。よし、タクさんみんな向こうだ。フミさん向こう。よろしくお願いします。父ちゃん、こっち行く、こっち行く。え、子供が？ご苦労だが、すぐ行って調査してくれ。はい。あ、私も行こう。はい。じゃあ。徹夜で湖一帯が捜索された。しかし3人の子供たちは見つからなかった。たたりだ。たたり？湖の底に沈んだ悪魔の森の木庫のたたりだ。悪魔の森？あの木庫って化け物のことだ。悪魔の森の木庫は子供を食べるんだ。父ちゃん、たたりだ。悪魔の森のたたりだ。しかしね、たたりだなんてそんなバカな。あんたたちは何も知らねえからそんなことを言うんだ。悪魔の森に大きな火の玉が落ちたことがある。それを見た人が何人も急に病気になって死んだんだ。何ですって？いつ頃のことですか？この下にダムができる少し前だ。水島だ。小野だ。子供は見つかったか？いや、はあ、それがそのまだ。よし、マリンゴンで空から探そう。ああ、子供たち一体どこ行けちまったんだろう。ああ、無
事でいてくれるといいんだが。隊長、金属反応です。かなり大きな金属が湖に沈んでるな。なんだろう。位置は？湖の中央部です。うん。水島落としろ。はい、水島です。金属反応をキャッチした。湖の真ん中だ。湖の真ん中、悪魔の森のあたりだ。隊長、ダムができる前に火の玉が落ちたことがあるそうです。ひょっとしたら宇宙船が故障を起こして落ちたんじゃないでしょうか。もっとも、もう18年以上も前のことだそうですが。三崎、我々はお前の秘密を知っている。お前はファイヤーマンだ。子供たちを無事に返してほしければ我々の言う通りにしろ。取れ。SAF の奴らを巻いてまっすぐ歩け。命令通りにしなければ3人の子供たちの命はないぞ。分かった。美咲、安心してんだ。いや、何でもないです。そうだ、まっすぐ歩け。何の指令だ？返事をしろ！一体何の指令だ？ファイヤーマン殺害指令だ。何？原爆弾がセットされた。やめろ！少しでも動くとたちまち爆発して粉々に吹き飛ぶぞ！子供を返せ！約束を守れ！子供を助けるために命を懸けたお前の勇気には感心した。よし！約束は守ってやる。足にはまってる金属を切断する道具がいるんだ。隊長、隊長、本能だ。岬は大変です。成人の罠に。あと10分で爆発だ。 SAF の奴らは岬を助けようと思って集まってくる。みんな一緒に吹っ飛ばすんだ。それを合図にこれでダムをぶっ潰して我々の仲間の宇宙船団を呼ぼう。よし。千葉君、爆弾工具だ。どう？うまくやってくれ。はい。隊長。心配するな。千葉、次元装置は止められないのか？ダメです。普通の装置じゃないんです。よし、切断しよう。はい。ちょっとでも動かすと爆発しますよ。三崎、足を動かすな。隊長、隊長、早く逃げてください。隊長、僕がやります。こういうのは俺の方がうまいんだ。
三島と千葉はマリンゴのマリちゃんのほかに。しかし命令だ、行け。隊長、隊長、早く逃げてください。爆発します。静かにしろ。三島、千葉、命令だ、行け。奴らは我々をここへ引きつけておいて何かするつもりだ。続け。隊長、エレーザー、隊長、お願いです。早く逃げてください。隊長、隊長。もし、もし間に合わなかったら勘弁しろ。隊長、ありがとうございました。死ぬ時は一緒だな、美咲。隊長、隊長。バカ、楽屋さんあるか。みっともないぞ、男が。罠にかかったな、岬運河。あの、大将、これで SAS も終わりだ。地球は我々の星になる。あと10秒で爆発だ。大将、逃げてください。僕は地球人じゃ。はい、大将。Yeah!
危ない。グリーンキラーの牙と斧先の針には人間なら1万人を一瞬のうちに倒せる恐ろしい毒があるのだ。回り始めた怪獣グリーンギラーの猛毒から助かる方法はただ一つだ。炎になるのだ。炎になって猛毒を焼き消すのだ。燃えろ燃えろファイヤーマン。消すのだ。ファイヤーマン、燃えろ、燃えるのだ。ファイヤそこに沈んだのは君たちが生まれるずっと前だろ。よく知ってるね。お父さんがいつも教えてくれるんだ。お兄ちゃん、悪魔の森はあの辺だ。子供を食べる木工が住んでたんだ。そうか。悪魔の森は見たかったけど、でもダムが壊れなくてよかったね。うん、ダムが壊れていたら大変なことになってたぞ。ケンちゃんの宝物はハーモニカ。でもハーモニカはゴミの中。三崎隊員とケンちゃんは一生懸命探すんだ。でも捨てられた悲しみに怪獣になったハーモニカ。ファイヤーマンの武器が通じない。次回、夜に鳴くハーモニカをみんなで見よう。